寒い。やっぱりこう最近公演前の劇場がちょっと寒すぎます。翼が今日も、じゃあレッドブル、レッドブル青と赤の前のペンライトカラーです。やっほー。あ、まだツイッターにシェアするの忘れてた。シェアしてきます。今日はナンバラ行き公演前配信です。ナンバラは結構ね、公演時間もちょっと長めで、反省会も含めるとそう、もうね早く帰らなあかん時間になっちゃうので、公演前に、そう、もうメイクしちゃったんでね、一応髪の毛は隠してます気持ち程度そう、今日はゆみさんが誕生日やから生誕日を、合わせよ、え嫌すぎる、嫌よな現職と現職キモい組み合わせしてるんですけど、紫とゆみさんが誕生日なので、ゆみさんに去年もらった生誕日を着て、でこれはもうずっとロッカーに置きっぱなしのチョカワのパーカーです。今日はカナダと髪の毛お揃いなんです。え、わかなかな、ね、わかなかな、そうだ、わかなかなえ、大丈夫、そのままうん、わかな、大丈夫、あ、コペなれ、なれむるとわかなかな、わかなかもしれんな、私やお邪魔します。うん、ジャピンです。お、仕事退勤、退勤したから今から一緒で劇場向かうよ。お、仕事終わりにありがとう、こんにちは、ツイートじゃなくてポストじゃないですか。お、アミちゃん、クマありがとう。最近アンジュに 塩対応なん、逆にマイが新しいセーターも塩ティーだった。チームAの選手楽当たるように神社でお祈りしてガチか。それはお疲れ様です。お疲れ様です。そうなんですか、仕事終わって DMM で見てください。今日はね、レイコさんがいないんですよね。寂しい、初めてかな、初めてかも、玲子さんと一緒にナンバラ出ないの。めっちゃ目でかい。あ、伊手元さん、待ってたよ、ありがとう、かわいい。モイストブラウン初めてね、プロ野球女子会もありますよ。そう、今回はもう関西ダービーですね。私、ちひさん、まこち、レイポン、そしてオリックスからはカレンさん。カウントダウン TV ねえ、みんなちょ前もう歓喜のお豆を送りましたもん、皆さんに見てくれたかな、見た、伝わるのかな、ほら、縁ある縁ある、メラメラで、あ、そうや、メラメラをやってたんか、さっき。今日はおにぎらず公園ですよ。発見しました。楽しみにしてますね。こんばんは。わかな。俺たちのアキラです。あんまりすかずに、ジッティ独占権どうかな。で、ちょっと量多いな。そうなんです。ってことは私今日独占権の相手がいないんです。ってなるとってことですよね、皆さん。ってなるとですよ、候補は急にいます、私以外の誰か私以外の誰かと独占権するので、お楽しみに、やってみてくださいね。
そう、今までレイコさんポジションのアンダーがいなかったので、なんかアンジュが家出る20分前でもね、マイのアンダーというか私のポジション、もう一つ覚えてるのはシンシンさんだけなので、もし2人が出れないってなるとまたね、誰かが新しく覚えないといけないから、それこそ新公演のね準備期間とかリハーサルもあるから、ちょっとねいろいろ考えないとって感じですけど、暑いからね、着るの上手とかめっちゃ簡単なんですけど、それで着るだけで。ジュッティ多いかもね。ライゲダッシュ最初初めての1回が10分も行って、10分置いてちょっと脱色に。あ、皆さん、そうですよ、リアルイベント最終受付です。色抜けてる、ちょっと抜けやすくなったのかな。最終ですって皆さん、いよいよこの日がやってきてしまう。最終受付。あ、オンラインお話し会。オンラインは、リアルもある。オンラインはまだやんな。そうそうそう、まだ受付はあるんですけど、リアルだけ。リアルがですって。リアルイベントがね、今受付中なんですけど、いっぱい。明日の昼は冬は東京ね。会える時にいっぱい会っときましょう、皆さん。話したいこといっぱいあります。なんかあやみちゃんなの。おはよう。そう、私は今日、私は今日誰に独占されちゃうのかなっつって、わかなかな、あいつ、なんでもほなほなほな、炎上、炎上なく、もしかしたらほな、わかなと、わかなに独占されるかもしれへん。おもろ、出てちゃうから。やばい、独占権の代打アキラ。え、いや、いやじゃないですよ、代打ってやめてよ。独占しちゃう、ほんまに。全部全部持ってかれる。お、ウェルさん、クマありがとう。デモさんもクマありがとう。あと1ヶ月弱で平山麻衣が21歳。21歳、拳になっちゃう。麻衣が外れたって言っても割と聞いたので、拳になっちゃいます。お、アミちゃん、お疲れ様です。関東、なんかこれ、 お元気、ありがとう。追加されたので、ぜひね、関東とかに会いに、劇場向かいます。こんにちは。服決めてるんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。ボーイッシュ感、これ。ただただ髪の毛を隠してるだけです。ハンド上うん、あとはね、あんちゃんマラソンもあるからね。大阪のシャメ会も789残ってるので、ぜひね、ね、オンラインはまあでも日にちが先ですからね。じゃあ、じゃあ、あと日にちがもまだ先なので、握手会はだって今月、関東なんて今月会えるんですよ。10月29、やばすぎ。リアル、あと私別握手会、大阪もね、マイティと話したことないので気になって。ないの？ないの？ぜひないんですか？埼玉スーパーアリーナ行ったことなかったです。なんかもうでかすぎて、なんか何が何か分かる、自分がどこにいるのかも分からないくらい広がった。そう、もうなんかね、あのステージ上にその立ち位置の番号がある、書いてあるんです、前にね、ちっちゃく0番1番には。もうそれも見えへんし、もうどこまでこうお客さんが入ってるのかも分からへんくらいでかすぎて、不思議な感覚でしたね。楽しかった、ありがとうございました。昨日多分結構ね、 NMB の出番まで待ってくださってる方も結構いたらしくて、ありがとうございます。本当にこんにちは。今日まつげの下地が何がいいか調べたときに、レキョセのまつげ下地がいいと聞いて、それにしたんですけど、どうですか？めっちゃ伸びたんです、伸びたんです。あれ、前も関東、関西はね、4部5部が販売出てました。写メ会も関東が、関東はまだかな。そう、
マイのファンの人は関西が多いのかな、うん、みんな関西人なのかな、私のなんかまつげ上げなくても可愛い方はもう本当いらっしゃるんですけど、私はまつげ上げないとメイクもメイクしてないみたいになっちゃって、握手会社メ会南部、いや知ってるよね、私ね、その南部ちゃもう前握手会はもう朝から晩までフルパワーなので、最初は最初でやっぱ緊張あるのよ、でワクワクもあるから最初も最初の分もおすすめやし、こうだんだんちょっと慣れじゃないけどこう皆さんと緊張がほぐれてきて、もうもう私がね、いろんな何を話すか、そうなんかどの部もおすすめです、どの部もシャメ会っての衣装なんなんやろ、フェスにさせていただいて、あ、なおちゃんくまありがとう、カラコンしてます、ネイルもしてます、ネイルは自称チュルチュルももさんネイルです、もうねほぼディズメっぽいナチュラルな感じに、送ったよ、また言うてる、チュルチュルももさんネイル、また言うてるわ、非公式勝手に決めた、待ってマイティ結構好きってきて結構結構か、めっちゃじゃなくちょっとでもなく結構か、まあ嬉しい、ちょっとよりかはでかいからね、ありがとうございます、お仕事戻ります、頑張ってね、全然全然笑うそう、笑顔がそうとか言って楽しかったし、笑うと素敵と言われます、楽しみに来てね、選抜のお仕事とかぶることが楽しみ、お店の知り合いがひなわさんとこ、皆さんもぜひお友達さん連れてきてください、ぜひ B2 公演会に来てください、お秀本さん待ってたよ、ありがとう、出てます、ほぼさくちゃんの、え、キャパがちょっとキャパシティって言うっけ、キャパシティ、うん、キャパシティって言うな、うんうん、キャパシティって言いますよね、キャパって言います、キャパキャパシティ、スカイ遊魚のキャパシティめっちゃ好き、え、スカイ遊魚のキャパシティもキャパシティですよね、そのキャパシティと一緒、あの曲が好きなんです、サビのコールが、ちょっとなんか見て、ん、OK、何でここといらんやろ、取ったはず、横毛を取ったはずなのに、ないがな、もう3本ぐらいしかなくて、こっちはちゃんとねあるのに、あるんですけど、なんかこっち3本こんなにも違います、今日はミスった、寒かった、しかし暖かくも、こんにちは気温がファミちゃんくまありがとう、秋って感じの気温でした、わアイライオさんとの写真びっくりってきてる、こっちのセリフね、昨日言う場所もなかったから言ったことなかったけど、うん、めちゃめちゃ好きです、わかんない、ずっと言ってたに前からもう好きすぎて見られんそう、自分も最近 SNS 通してもうずっと見てるの、アイライフさんを、同じアイドルとして、うん、なんかアイドルをさらに好き、なんかいい刺激ももらえるし、昨日も夜な夜なずっと見てました、え、一緒やめてやん、え、見てた、うん、ずっと SNS あ、ほんまに可愛いと思って、でもティフのやつとか見てたの、もうやめてよもうもうそう、昨日お写真を撮っていただいたんです、ほんまにお時間いただき、きっと見てない、見てない、見て、こんなん見てるわけないと思うんですけど、ありがとうございました、アイライフさん、あの方ツイートさせて、室内アリーナ日本最大、ありがとうございました、あのそうなんや、アイドルやっぱ好きやなって思います、そういう時もともとオタクやったし、そのアイドル、自分がアイドルになってもアイドルも好き、カウントダウン TV 見ました、可愛かったです、いや、よかった、ピクミン、確かにカウントダウン嬉しい、ね、皆さんが喜んでくれてる姿を見るのも嬉しかった、マイティがソロで映ってるって
みんなが喜んでくれてたから嬉しかった。みーちゃん、クマいっぱいありがとう。あ、制服なんかな。え、シャメ会の服ってまだ知らんよな。制服かな。あ、そうなんか。なんか前の時シャメ会制服やったから。え、なんかかりんさんなんかツイートしなかった、今回シャメ会もう私服。いや、私服じゃなくてなんかツイートしませんでしたっけ。見てない。まあ、お楽しみです。楽しみ。私はわかんないんですけど、キャッパー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 シティ。いや、あの若菜の方にも送られてきてるんですけど、キャッパー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 、前が言うから。やめてよ、怖いよ。通過し、追加したマクハリアンド大阪ツリザオネ公演ファイターありがとう。ネットフリックスで遅延してる今日も。私服かもしれんよって。えって言ってた。やって、そうなの。マジ服買わな、じゃないと裸三寸になっちゃう。毛玉だらけの服なんてみんなと取られへん。前やで。おニュー買わな。おニュー。ま、シャメ買い。そうか。昔なんかさ、浴衣とかありましたね。クリスマスやったらサンタさんの衣装でシャメ買いとか、ああいうのいいですよね。ま、楽しみってことです、皆さん。まあ何かなんでも、何かなんでも会いに来てくださるの。ふんがふんがやってる。ふんがふんが。あ、踊ってる。あ、やめてやめてやめて。可愛くない。可愛いけど。あ、スネちゃんあった。スネちゃま。え、なんだ。日曜日やから。あ、でもそっか、ドラえもん土曜日になったんやっけ。え、そのスネちゃま。もういや。すみちゃんもや。あ、ランキングミスや。着替えなあかんから。ほんまや。13位。この前初めて公演行って楽しかったです。よかった。くるみちゃん、ありがとうございます。ゆちねえさん、ありがとうございます。じゃあ私もランキング読みます。ありがとうございます。お着替えに行ってまいります。さん13位、P.E. のピピチュードックさん。ありがとうございます。H さん、ありがとうございます。12位。ノースフライトさん。あ、変わった。もう一回見直します。13位杉蔵さん、ありがとうございます。12位ピーノピピ中毒さん、ありがとうございます。11位前田さん、ありがとうございます。2位ピーピーさん、ありがとうございます。で10位がルナポヨ、毎日ありがとうございます。9位雄大くん、ありがとうございます。8位せんちゃん、ありがとうございます。7位アンナちゃん、ありがとうございます。6位ユリイカさん、ありがとうございます。小池清文さん、ありがとうございます。4位なおちゃん、ありがとうございます。もっと謝れ。3位ベルさん、ありがとうございます。そして2位神奈川奈美ちゃん、クマいっぱいありがとう。今日もありがとうございます。そして1位が秀本さん、まいちゃん楽しい、ありがとうございます。関東で会おうね。そう、昨日のたまりのやつはフェスね、風流フェスはアーカイブがないっぽいよね。だからちょっと後から見るのは、私も見ようと思って見れへんかってんけど、あの最高でした。じゃあお歯磨きをして、お着替えをして、最終確認をして挑みたいと思います。 SSA 派とたまあり派で分かれてるよね。前は SSA 言いにくいからたまありって言ってるけど。じゃあ皆さん、今日の DMM 絶対見てくださいね。見てくださいね。じゃあありがとうございました。バイバーイ。